はい、日本橋の水越です。本当に、50年ぶりぐらいに、これから行きますけど、まあ、行ってみたいと思いますね。はい。時のものを再現しているらしいです、はい、この日本橋の三越ですから、ここは元は越後屋さんですね、1600年代から店を張ってらっしゃるわけですけど、まあまあその中で今日は社会見学に来ております実習はね、はい、しっかりした着物を着れていけますようにということで、勉強しに参っております。はい、それではそうか、こうやって大理石で作られておりますけど、このステップがですね、今の日本のステップとの高さを違いまして、大変、優しくなっております。昔の、着物のですね、ご婦人方の着物であるところでも、そう二人ならなかった。そういうことがよくわかります。はい。面白いですね。天女像の台座のところに書いてございました、この、創業の理念でしょうか、営業の理念といいますかここで真心の光に導かれて、世の人の暮らしのため日々の務めに勤しまん、こういったこれが当時の昭和34年当時の岩瀬英一郎社長のメッセージでございます。私もこれと同様の気分で今営業活動を盛んにしておりますけれども、やはり今のこういう思いをですね、こういう文章にしたためるということがいかに大事かということでございまして、エンタメのため、人のためだけではありません。その先にある人の幸せを実現していくための新しいコンセプトの確立を目指さなければならないと今思いました。ありがたいことです。